山崎のサインにうなずいた上内。4球目変化球ちょこんと足した、ショートの深い位置、セカンド送る、セカンドはセーフ。その間に鶴岡ホームに帰ってきました。4点目、記録はショートへの内野安打。まあ打ち取ってはいるんですけどね、スイングさせませんでしたもんね、はい、この位置からセカンド送球、セカンドはセーフになりました。加藤の足が速かった。これはやはりこう満塁で2アウト1塁後ろに下がってますからね、はい、その分だけセカンドの到達が早いんですよね。